飯屋を探そうかな。ちょっと飯屋探します。今入りやすそうなサンドイッチ屋入って注文して席着いたところなんですけど、なんか多分もっとシカゴって多分おしゃれっぽいお店とかいっぱいあると思うんですけど、なんかねそういうの探そうと思ってね行こうと思うんですけど、結局こう入りやすそうな店入っちゃいますね。シェイキーマックうまいかも。こっち来てねサンドイッチは割とヘルシーだなと思って、やたらサンドイッチ食べるようにしてない。ミートボールのやつなんですけど、注文もね、なんだかんだそして英語で、ね、注文できるようになってきて、自分の中でアメリカ楽しいです。過ごしやすくなってきました。ミートボールマリナ、マリナーラソースね。めっちゃうまいです。僕はあの白いお米とパスタとかラーメンとかそば、うどんとか麺類が好きなんですけど、去年減量中に結構サンドイッチにして楽なんで、減量中よくそのピタサンド、ケバブのああいうピタサンドとかに鶏の胸肉とかあえたりするとかサンドイッチにして食べて、でマスタードの魅力に気づいたんですよ。これですごいマスタードにハマって、でサンドイッチめちゃくちゃ好きになって、今からシカゴにある SVRN っていう結構イケてそうな洋服屋がねあるって聞いたんで、ちょっと行ってみたいと思います。はい、試着室がこんな感じになってて、ここで結構なんか色変わったな、結構おしゃれです。今日の服装はピンクフロイドのヴィンテージ T シャツにアリスのベルト、スタッド付きのベルトをつけてます。最近結構デニムのねこういうスタイルにハマってて、結構デニムにすごい今ハマってるんですよ。エビスのデニム、これ東京カラー、東京限定カラーで青のね、恵比寿のこの なんていうの、まあ、この恵比寿の、そう、僕のお父さんがすごい恵比寿好きで、それで小さい頃からよく知ってたんですけど、まさか自分もね大人になってお父さんと同じようにね同じブランドを買うと思わなくて、この間ねお父さんと一緒にね恵比寿に行ったんでこれ作ったんですけど、かっこよくないですか。この青はね東京限定のカラーらしいので、恵比寿にあるんで、恵比寿、長目黒と恵比寿ちょうどねエクスパイトの近くにあるんですよ、恵比寿東京が。よかったらぜひ皆さん行ってみてください。LDH のジムの近くに恵比寿のジーパン屋あるんで、2日3日あればこの大黒っていうか大きいやつ作ってもらえると思います。はい、結構僕のねすごい大好きなリック・オーエンスも結構揃ってますね。すごくね種類もいっぱいあって、やっぱリック・オーエンスは本当に一番かっこいいなって僕は心から思うブランドですね。すごいかっこいいです。他にもね結構この辺とかマルジェラとかもね、みんなが知ってそうなあたりだったら知ってんのかな、この辺とかもね、はい、こんな感じで靴もね結構このカーゴかっこいいっすね。ジオガスの
ちなみに僕はこれの黒は持ってるんですけど、白すげえかっこいい。かっこいいっすね。まあだいたい何ドルぐらいだよ。これは15万しないぐらいですかね。すげーイケてます。実際着てみたらこんな感じです。かわいいカートっぽいモヘア素材のカーディガンですね。かわいいかな。よし、じゃあこれ買います。 SVRL のスタッフさんのウィルさんです。イエーイみんなもね、来た時ぜひ訪ねてみてください。Thank you for coming. 今ね、買い物を終えて、はい、結局カーディガンをね、購入しました。すげえなんか久々におっと思ったんで、おっとって思ったっていうか、もう結構洋服で結構こう今まで結構割と無駄な買い物もたくさんしてきたので、なんか本当最近になってやっとね、本当ね、無駄な買い物が全くなくなりましたね。なんか買い物してて結局買うか買わないかってずっと迷ってるやつってあるじゃないですか。本当ずっと悩んじゃうやつって、あれってね、買わない方がいいんだなって最近はね、即決で思いますね、うん、だって欲しいものって絶対直感で決まるわけなんで。まあ、洋服僕買うとき本当試着して似合ってたら、自分の中でなんか自分のスタイルが保たれてたら速攻買っちゃいますね。あ、俺っぽいなっていう。かっこいい洋服自体がかっこよくてもね、自分が着てちょっと違うなと思ったらね、それって違う洋服だと思うんで、無理して似合わない洋服はね、着ない方がいいのかなって僕はね思ってます、はい、自分の好きな洋服をね着るっていうのもね、もちろんね大事なことだとは思うんですけど、自分の好きな洋服っていうか、まあだいたい洋服って僕ね、音楽から来るもんだと思うんですけど、そういう好きな音楽のカルチャーであったりとか、なんかあとは自分っぽいものを僕は着ればいいんじゃないのかなって思いますね。無理してなんか変な着るってよりかは、もうなんか俺っぽいかなっていう洋服を自分で探していくっていうか、自分っぽさを作っちゃうのがね、洋服って一番大事なのかもしれないですね。だから結構ね、スタッフさんとかもね、すごい優しくて、接客も本当なんかすげえ優しかったんで、みんなもぜひシカゴに行った際には訪れてみてください。なんかね、結構スタッフさんとかも喋ってすげえ仲良くなれたんで、まあ今度近いうち食事行こうみたいになったんで、まあこうしてね、アメリカでもどんどんこう人間の輪をこう広めていけたらいいなっていうのはね、すごい思ってたんで嬉しいっすね。あとなんだかんだ意外に結構ポンポン仲良くなるもんですね。はい、今サウナサンセット終えたところで、スチームサウナしかないんですけど結構暑くてなんかいい感じで、あんま日本だとね、俺あんまスチームサウナ入んないんですけど全然いいなって思いました、スチームサウナ。気づいたら、ね、電車の時間をね1時間僕が間違えてて、で本当めちゃくちゃ焦って急いでやっと間に合ったんですけど、なんか謎の混雑でずっと乗れないので、とりあえず多分電車間に合ったっぽいっす。めっちゃ焦りました。終電だったんで、それが、まあ、Uber 使って帰ってもいいんですけど150ドルぐらいかかっちゃったりしたらめちゃくちゃもったいないなと思って、まあ、なんかまあ最悪いいんですけどね。ただなんか、まあ、それだったらなんかどっか泊まっていきたかったなと思ったんで、まあ無事終電間に合ってよかったのかなと思います、はい、これからまあ電車乗ってね、ミルウォーキーの方に帰りたいと思います、ミルウォーキーに帰ってきました。まあここがね、ルーファスポーツジムがすぐそこにあるんですけど、まあこんな感じで戻ってきたんですけど、まあ、シカゴとかね大都市、まあ、東京とね
まあ、東京もすごい栄え、すごい都会ですけど、範囲で言えばやっぱね、シカゴとか、ニューヨークとかロサンゼルスとかもっとすごいでかいんだろうなとか思うんですけど、僕はね、結構街並みがすごい、ミルウォーキーの街並みすごい好きで、なんか将来ほんと住みで、将来っていうかほんと近い将来、来年、ほんと来年とかにはもうね、まあ、ビザの関係もあるんで移住ってね、簡単ではないと思うんですけど、まあ今のところはね、ほんとこっちにね、ずっと住んでトレーニングをね、積んでいけたらいいなっていうふうに、すごい今、思ってて。で、アメリカに来る前はね、本当は、どれだけアメリカって本当行ったら最高な気分なんだろうって思えるんだろう、なんか味わえるんだろうと思って、まあ、来たらやっぱ、やっぱね、来ないと分かんないなっていうのはありますね、正直。うん。本当来て自分の目で見て、感じて、考えないと、なんか結局人から言われた話とか、なんかぶっちゃけもう自分で来ちゃえばどうでもいいなって思います。なんか人の話なんて。うん。で、来たら来たで、逆にこう日本の良さはね、日本の良さですごい見える部分がね、たくさんあって、なんか僕はね、今回のこのアメリカの修行でね、日本もアメリカもね、どっちも本当好きになった、すごい。まあまだね、ほんと、2週間ぐらいで、こっからね、あと1ヶ月半ぐらいいると思うんですけど、まあね、なるべくこうほんと、何か自分のね、中の確信っていうか、自分をね、確変させたいなと思うんで、この短い期間でね、どれだけ自分をね、上げれるかは、まあ自分次第なんですけど、まあ俺ならできるかなと思うんで、はい。まあ明日からね、また月曜日トレーニング始まるんで、すげえ楽しみだなっていうのと、本当にね、すげえこう、俺こういうとこ聞きたかったんだよなとかいうのをね、自信を持ってこうね、いろいろ聞けるしね、今もう本当充実してますね。だからまあ、練習風景もね、今週どっかのタイミングで撮れたらまあ撮ろうかなと思ってるんで、まあその次はまたね、YouTube にしようかなと思うんで、せっかくなんで、やっぱね、一人だし、どうせなら時間あるし、YouTube ね、経営でやろうと思って。まあ、これも仕事の一つなんでね。はい。まあ、慣れそうです、そのうち。はい。まあ、こんな感じでね、Vlog みたいな感じで僕の YouTube っていうか、まあ、日本にいる弟は弟で別で更新すると思うんですけど、同じアカウントでね。ただこう、まあね、最初、まあ、こういう感じで僕のね、一人 Vlog みたいなのがね、結構アメリカにいる間増えると思うんですけど、まあなんか、俺のこと好きな人は見てもらって、興味ない人は、まあ、見ないでって感じで。明日も頑張ります。じゃあ、さよなら。